こんにちは、メコス王国です。本日はドラゴンボール大魔についてです。皆さん、もうご存知の方も多いと思いますが、9月2日にドラゴンボール大魔に関するとんでもない情報が入ってきましたね。なんと大魔は10月11日の金曜日夜11時40分スタートということが判明しました。まさかの日曜朝9時からではなく、金曜のそれも夜11時40分からということで、深夜枠となりました。これは正直全く予想していませんでしたね。だいぶ遅い時間からのスタートとなります。ということは、アニメ逃走中の後番組は何か別のものがやるということになりますね。フジテレビの中島編成部長によると、大魔を夜の遅い時間にした理由は、全国ネットになるので、より多くの方々の視聴が可能になるからだそうです。私は神奈川県に住んでいますので、放送事情で不自由な思いをしたことはないですが、地方だと、前作のドラゴンボールスーパーなども全然見られない地域や、放送が遅れる地域もあったと思うので、まずその点に関しては全国ネットになってよかったのかなと思います。あともう一つ、深夜枠のメリットとしては、日朝の時よりも過激描写が OK となりますので、バトル時などの描写がより現実的になるかと思います。BB ファンの間では、特にドラゴンボールスーパーなどで血の描写が少なすぎると批判もありましたし、さすがに大魔ではこの画像のようなことにはならないかと思います。制限しすぎると、戦いがチープに見えてしまうので、今回深夜枠になったことは個人的には非常に嬉しく思います。ただし、大魔を楽しみにしていた幼稚園児や小学生などの子供たちは、この時間帯に起きているというのはかなり厳しいのは確かでしょう。まあ録画して土曜日に見るとか、最近は公式サイトで見逃し配信などもやっていますので、リアルタイムを逃してもそこまで困らない環境ではあるので、柔軟に対応をしてもらえたらいいのかなと思いますが、今までドラゴンボールシリーズはこんなに遅くから始まることはなかったので、リアルタイムで見たいと思っていた子供たちはちょっとかわいそうですね。大魔では悟空たちが小さくなるので子供向け作品かと思いきや、まさかの深夜枠ですのでそれなりにギャップを感じたりもするところです。で、今回もう一つ重要な情報がありまして、なんと、すでに大魔全話を制作済みなのだそうです。現時点で制作済みということは、作画もかなり安定したものになりそうですが、これは割と短い作品になるのかもしれませんね。以前、まだ大魔が水面下でドラゴンボールマジックという仮名で呼ばれていた時に、東映のライセンスディレクターであるダニエル・カスタネダさんという人が、大魔は全20話だと述べていた記事がありました。その記事はすぐに削除されてしまったので、信憑性のほどは定かではなかったのですが、大魔は深夜枠になりますので、今思えば記事の内容は正しかったのかもしれませんね。日朝なら長期の可能性は全然あったのですが、深夜枠に決まりましたので、かなりコンパクトにまとまった作品になる可能性の方が高くなりましたね。となると、大魔が終わった後、割と早めにドラゴンボールスーパー第2期がスタートする可能性も考えられますし、これからドラゴンボール関係がいろいろ動いていきそうな気がしています。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。